アコンカグア川は、チリの川。アンデス山脈を源とし、バルパライソ州を流れ太平洋に注ぐ。延長 142km。支流のフンカル川は、東のフンカル山を源流に、ブランコ川はその南側を源流とする。流域に、広幅のアコンカグア渓谷を形成し、数多い支流を加え、平均流量は39立方メートル、S に達しつつ、 バルパライソの 20km 北岸に河口を持つ。その中から誤解されがちだが、アルゼンチンのアコンカグア山が源流ではなく、そこより約 20km 西の地点にあたる。流域には、地理有数の人口集中域であるサンフェリペでアコンカグアとロスアンデスがあり、アコンカグア側は、経済活動を支える重要な役割を担っている。ウィキメディアコモンズには、 アコンカグア側に関するカテゴリーがあります。この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム、ヒュー、エド、アコンカグア、インスイクロープディアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティプレス。ありがとうございます。